戦車の規制制御、この奈良吉戦車というのは規制を右左前後ろ規制を変えることができます。それを一度展示します。その後に超新規展開といってその場で車体を動かす、そういったのをやってます。戦車が動きますので、この囲いより中には絶対に入らないようにお願いします。Thank you.
次は砲安定機能というのを2回目やるときにですね、砲に安定って言って2次元で、6分ちょっと視線制御等をやりますので、ちょっと動きますのでご注意ください。